茶吹きとともに巡り来る春、一年で一番美しく穏やかな季節です。今日ここに集う私たちは、これからずっとこの季節を心の痛みとともに生きることになります。これまでも、またこれからも遺族として悲しみが言えることはあります。それでも多くの人に支えられてここまで来ました。本日の追悼式をきっかけに、私たち遺族も少しでも前を向き元気に歩き出すことは、亡くなった方々の望みではないでしょうか。悲しみを乗り越え、この辛さを心の糧として立ち上がる人が増えて、熊本が笑顔と活気にあふれるふるさとに再建されていくことを願い、私の挨拶といたします。甚大な被害をもたらした熊本地震の発生から1年の歳月が、ここに改めて衷心より哀悼の意を捧げます。また被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。被災者の方々、お一人お一人のお気持ちに寄り添い、一日も早い生活の再建となりわいの再生、被災地の復興を実現するため、引き続き政府一丸となって全力で取り組んでまいります。